よろしくお願いします。将棋クエスト2分切り負けやっていきます。ただいつものルーティーンの格好感ですね。で、ここからですよ。中飛車ですよ。時代は。格好感中飛車。で、その戦法あるのかな？まあちょっと知識不足なんでね、その辺はわかんないんですけど。いや、これ結構ね、いいですよ。まあ、駒組みも簡単なんで。まあ、この5号はちょっと、まあ、金は左に使いますね。取って、歩突きはちょっとぬるかった。まあ、角打ちあるんだよな。角打たれたらどうしよう。あ、これは飛車回れば OK だな、しか。角打ちありますね。これあるんで、この手に対しては角打つのとかな、ちょっとかこれ本で勉強したんですよ。これ角死ぬ、おいどの角死にますぞ。そう、あれちょっと本読んだと違うぞ。取る、取られる、取る、角打たれる、あるとかな。空ちゃった。聞こう。ちょっとなんか、ちょっと本と違ったぞ。まあ、いいか。局面は、五分。囲いは、五分なのかな。もう、まあ、取らなくていいよな。と金のが厳しいし。これ、同銀。次、と金ちゃんが厳しすぎる。今日この頃。ほう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 。まあ、ありがたく。端回ってくるって、わかんねえ。まあ、じゃあ竜作ってバンバン大地。ああ、なるほど。玉かわして、飛車先、もう違う。かね。じゃあ、と金寄ってこう。端攻めしてこようと思っても、これもう無理だと思うんだよな。と金ちゃんが最強すぎるよね。ほうほう。ここ。どうしようか。金か。で、金取って。まあ、ほぼ寄りでしょう。まあ、勝ち確ですね。ん？王手。あ、上がった。ん？間違ったか？ん？ん？まあ、積んでたか？まあ、いっか。これで積んだ。あれ？積みあったか？あ、出した。